はい、ライブの少し前なんですけど、今日はカカオ豆さんのお母さんと電話でお話ししました。で、本当にカカオ豆くん申し訳なかったです。まあカカオ豆さんですね。お母さんとお話しして、僕も随分誤解してた部分があったなと。で、結果的にはもうちょっとちゃんとフォローしてあげた方が良かったなっていうのは僕は思っています。だから申し訳なかったなって。で、実はまあカカオ豆さんにベタの何でも相談室の中でね、水草水槽の中には塩は入れちゃダメだよと。だからその中でベタを飼いたい場合はパラザン D、 これを買ってきて入れるんだったらいけると思うよと言ってます。で、実際にカカオ豆さんはそのパラザン D を買いに行ったんだ。で、僕もそこを理解できなかったんだけども、そこの店員さんは、まあ間違ってはない。いわゆるオグサレの治療に対してグリーン F ゴールドは効果があります。効果があるんだけども、本水槽に入れれない薬を買ってきたんですよ。で、どうしたらいいですかって俺に質問が来たから、それは最初から俺はグリーンエフゴールドは水槽の中に入れちゃダメだから、それは勧められた熱帯魚屋で聞いてくださいってそこで突き放っちゃったんですよ。で、結果的にお母さんに聞くと、パラザン D を買いに行ったんだけども、なかったと、そのお店にね。で、そのお店の方も、じゃあ、例えば僕が逆の立場であったとしても、自分とこのない薬を言われたと。でも、お腐れ病になってると。じゃあ、これをこういうふうに使ったら、病気の治療には有効ですよ。それは間違ってない。だから僕だってそうするかもわからない。でも、水草水槽に入れることを前提として、僕は選択肢がパラザン D とアグデンしかないよと。言ってたのにグリーンエフゴールドを買ってきたんで、もう勝手にしたらという部分になっていたのが事実です。僕ももうちょっとね、話聞いてあげればよかったんだけど、それはお母さんから今日聞いて知りました。だから僕にしたらそっちの熱帯魚、まあ近くの熱帯魚の方がそらね、一番信頼がおけるわけだから、だからそこの店員さんに聞いてくださいって俺言っちゃった。それは事実ですよ。だからもう少しきちっとね、対応したらよかった。それと、ベタのオークションっていうのは、まあ、カカオ豆くんさんが、水槽の中にいっぱい入れたいと。でも、中学生だからお金もないんですよと。まあ、3000円の予算でっていうことで、まあ、だから俺は別にいくらでもいいと思って、何種類か出したわけよ。ほいで、けど、彼は、あまり言っちゃいけないことをネットで言ったわね。ネットというかコメントでね。誰も入札するな。僕が入札してるんだからって。そんなこと言わなくたって、カカオ豆くんが入札してたら、誰も入札してないよ。言ったから入札してないんじゃないんだけど、だから僕はね、本当に申し訳ないけど、勝手にしろやっていう部分があった。でもお母さんと話してね、水草水槽に入れること前提で落としてるんだったから、だからあそこでね、僕はやっぱりパラザン入れないんだったら、なんか別の容器で飼育するかしないといけないよって言ってあげるべきだったなと。深く反省しています。だから、カカオ豆さんは、パラザン D を買いに行ったんだけど、なかったんだと。まあ、お母さんも言ってたけど、まあ、ネットででも何ででも探して買えばよかったんですけど、っていうことを言ってました。だから、今回、最初に2匹死んでたってね、コメントに書いてた。これはもう、袋の中で喧嘩しちゃったのかなと。まあ、急遽作ったんでね、前のセットっていうのはあらかじめ
その何日か飼育してですよ、その中から5匹セットということで出品したんだけど、今回のオークションの場合はまあにわか仕込みでその残ってたお魚を組み合わせて、オークションに出しちゃったんで、まあ喧嘩も結構してた子もいる、うん、だからそこらあたりも反省材料です、今後のね。で、あとカカオ豆さんだけじゃなくて、やっぱり水草水槽に入れたいって思ってる人に対して、きちっとパラザン D を入れるか、アグデンを最低限、まあでもね、やっぱりアグデンよりはパラザン D の方が効果があると思う、入れて、入れれば喧嘩してもそんな死ぬことないですからね、一晩で死んじゃったと、うん、だからあの着いた時は元気だったんですけどってお母さん言ってたけどね、そりゃそうですよ。だって俺考えたらね、うちの魚 0.3% の塩が入ってるわけですよ。ほいでいきなり真水の水槽に移して、まあ温度合わせはしたかもわからないけど、まあ喧嘩して弱ってたり、水温が落ちて弱ってたりした場合、一晩で死ぬこともやっぱり考えないかんかったなと。だからあそこで強くパラザン D がないんだったら他の水槽で飼うべきよってきちっと言ってあげるべきだった。うん、本当に僕は申し訳なかったと思っています。だからもう少しね、親身になって考えるべきだったと思っています。だから加賀丸君もぜひベタの何でも相談室に出てきて、まあ今回いい経験したと思うんでね、今後に生かせていけると思います。あれだけの水草水槽が作れる方なんで、だから僕は今こうして申し訳なかったっていうことで急遽、俺も反省してます。はい、だから今後にね、うちも生かさせてもらいますよ。水草水槽に入れる場合は必ずパラザン D かで、うちの水槽には塩が入ってますよと。だから今ね、カカオ豆さんの水槽に5匹魚が元気にいるらしいんですよ。だから代わりの魚じゃなしに、もう今回のお金はお返ししますから、今の5匹で飼ってくださいと。で、新しく魚入れる時にはアグデンかパラザン D を入れるようにした方がいいですよってお母さんと話して、まあもちろん納得もしてくれました。だからそこをきちっと分かってもらうように、うちも努力をするべきだなと思いました。はい、だからこれから裾野がどん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 広がっていけば、当然こういうケースは出てくると思いますんで、本当にカカオ豆さんにも嫌な思いもさしたと思うし、伊佐岳申し訳なかったです。じゃあまたベタの何でも相談室、ぜひ遊びに来てください。